皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっこ、村民の用務だよ。今日もこの悪人とダンスに興じる世界で名を上げるために頑張っていこう。前回、モングレルの町からようやく旅立ったわしらですが、現在、わしらは食人首長ゆうことビークシングさんたちに、それはもうしつっこく絡まれているところですぜ。と言っても、見ての通りほとんどフェイベちゃんが倒してくれているけどね。うむ、フェイベが持つ長い武器のナギナタは、大動物に有効な獲物ではあるんだが、先ほどからほぼ無傷で倒してくれていますな。大満なら干渉、2体までならなんとか捌けるって感じだね。ただ、確かにフェイベさんもやりますが、このパーティーにはまだ忘れてはいけない美形の戦力が、もう一人いますよね。はて、お前誰だっけ。ぐは。あ、飽きませんこれ。ビークシングさんのリーチが長いのと、攻撃の間隔が短いのもあって、わしの必殺の間合いにまで入り込めませんぞ。ふむ、武術はビークシングには相性最悪だって聞いたが、どうやら本当らしいぜ。ちなみにさっきからビークシングにチクチクダメージが入っているけど、これは霊夢じゃなくて全部私の遠距離射撃によるものだからね。よ、ヨウム村民、わしには当てないでくださいよ。はいはい、これでしまいだぜ。結局わしの攻撃は一発も当てられませんでしたぞ。相性が悪いだけでここまで苦戦するとはな。ビークシング相手になると村長も霊夢も役立たずってことだね。村長、あんなこと言われていますぞ。まあ事実だから仕方ない。何はともあれ、これでここら辺にいるビークシングは借り尽くせた。ひ、炭は高値で売れる卵がいっぱいだぜ。以前はこっそりと盗み取るしかなかったビークシングさんの卵ですが、今のわしらならば成功法でゲットすることができますな。うむ、ビークシング本体からは我らの食用にもなる新鮮な生肉のほか、ペットのカサンドラの餌になる臭い生肉、さらには換金できる皮まで取れる。卵も合わせて売っ払えば、6万キャットくらいの儲けになりそうだね。前回に売ったホグマンプリンスさんの首で、すでに10万猫以上の所持金があります。ふふん、これでもうわしらもブルジョアジーの仲間入りと言っていいでしょうな。ああ、これで道中での装備の更新などもスムーズにできそうだ。光のランタンも人数分購入できたし、このままベイン峡谷を越えて、アドマグに向かうとしよう。了解です。お、赤い雨も止んできて、景色もだいぶ開けてきたね。青空が見えるだけでもだいぶ気分が変わりますな。ん？村長、この辺りに、何やら所属不明の建築物が存在するようです。不明のオブジェクトか。何かお宝でもあるのかな？都市に近い場所に、そんなレアな遺跡などはない気もするが。どうせ通り道ですし、ちらっと見ていきましょうよ。そうだな、急ぐ旅でもないし、寄り道がてら確認してみるとするか。で、サクサクっと見に来たわけだけどさ。なんです、これ。欠陥住宅ってレベルじゃないな。おそらくは倒壊してこうなったんだろうが、こういった建物ってどうやって内部に侵入すればいいのかわからないから、手の出しようがないんだよな。ここに扉があるぜ。これをぶっ壊せば中に入れるんじゃない？一応扉は開きましたが、やはり侵入するのは難しそうですな。まあどうやら元はただの監視塔のようだし、特にお宝的なあれはないだろうぜ。へ。なんだ、何か太古の驚異的なあれが見つかるかと思ったのにな。マップに表示される遺跡にしても、当たり外れがあるようだしな。めげずに地道に回っていけば、何か有用なものが見つかるかもしれん。ですな、とりあえず、あそこに見えるアドマグの街で、シュワシュワでも飲みながら休憩しつつ、次の目的地を決めていきましょう。なんかすごいところにある街だね。アドマグはシェク王国の首都だ。シェクの女王、ストーンゴレムもあの街に住んでいるぞ。ストーンゴレム。以前にバーンの話にもその名が出てきたな。女王、つまりクイーンか。わしのことですな。クイーンというからには、やはりでかい城に住んで綺麗なお召し物など着ているのか。ふ、会ってみればわかることだ。ほう、随分もったいぶるね。いや、わしはどちらかというとクイーンよりプリンセスですかな。あん、おいこらてめえこら、誰にメンチ切ってんのかわかってんのか。村長、いきなり失礼じゃないですか。だってこいつがみ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 うるさいんだもんよ。やめてよね、私たちまでそやな派閥だと思われるじゃない。ち、あの村長。まあいいぜ、こんな小物に構っている時間はない。早くシェクの女王、ストーンゴレムとやらの顔を拝みに行こうぜ。いや今村長とメンチを切り合ってたお方がストーンゴレムでだよね。女王様が住んでいる割には絢爛豪華なお城とかもないようだし。と言っても、この街って人とは思えないくらいに質素なんですよね。ふむ、どうやら、ここは兵士たちの詰め所のようだな。おい、そこのバヤンとかいうおっさん、原住民の長であり光の勇者であるこの私が会いに来た。さっさとそのストーンゴレムとかいうドラクエに出てきそうな女王を連れてくるがいい。あとお茶菓子もあると嬉しいな。わしは梅子部長をお願いしますぞ。ストーンゴレムはただいま瞑想中だ。くだらない話ならこの私が聞こう。無礼者ども、何が聞きたいんだ。は、無礼者だってどこがです。さっさとしてくれ、私はこう見えても忙しいのだ。なんかツンケンした態度ですな。冷たいね、せっかく来たっていうのに。ふーん、
この私に向かってそういう態度を取るんだ。じゃあ相手の角の話題を聞いちゃうもんね。バヤンさん、お顔をしかめていますな。まるで梅干しを口いっぱいに詰め込んだみたいな顔してるね。角なしのシェフさんに角の話題はタブーですからな。私の角はお前らにとって重要なのか、よそ者ども。ああ、だってよ、うちには角なしでいじめられてた身内もいるんだぜ。ルカさんは一度負けただけで角を切られて、戦士から召使い待遇にされていましたからな。なのに女王の側近ともあろうものが角なしだなんて変な話じゃないの、ねえねえ。そうか、私もルカとやらと同じだ。ほう、敗戦して生き残ったわけですな。敗北イコール死すべきっていうのがシェクさんのルールなんでしょ。死は簡単な道だ。私は角を切られる恥辱に耐えて、生きて女王、ストーンゴレムに使える道を選んだのだ。ふん、なかなか見どころがあるじゃないか。はい、せっかく生き残ったのに、あえて自決するなんておバカのやることです。バヤンだかバーミヤンだか知らないけど、その息汚い感じ嫌いじゃないぜ。ふん、バカらしいことを、何か他に聞きたいことがあるのならば早くしてくれ。正直、別にもうないが、せっかくだから同盟を提案してみようか。今同盟って言ったのか？二度言わせるな、張り倒すぞ。ほへ？なんかバヤンって人、笑ってない？いや、失敬。だがな、おまんじゅうども。そのアルマジロ並みの小さい脳みそでよく考えてみろ。我らシェク王国が、貴様らのようなスワンプの濁り種のごとき、名もなき負け犬どもと同盟など結ぶはずもないだろう。ですって、はは。笑っちゃうね、まったく。しかし、そうだな。我らが恩敵であるホーリーネーションの王者、フェニックス。ついでに、旧敵のバブマスター。この二人を倒したなら、この女王の腹心であるバヤン、その命引き果てるまでおまんじゅうを称える歌を歌い続けてやろう。録音したか、もちもち、どんどんだよ。シェク王国の首都、アドマグ。酒場なども巡りましたが、特に見どころらしい見どころはなかったね。まあ、考えてみればシェクは戦闘種族だからな。絢爛豪華な和風 RPG 的城などあるわけないか。それで、シェク王国の首都に足を運んでみたわけだけどさ、村長、次はどこに行くわけよ。うむ、今度はバヤンの話にも出ていた、スワンプとやらに行ってみようと思うぜ。スワンプ、確か、スクイーンの東にあるエリアだよね。ああ、どうやらジメジメとした湿地帯のようなので、せいぜい諸君もカビが生えないように注意してほしい。ふふん、心配いらないよ。はい、わしらのお肌はいかなるカビも細菌もウイルスも受け付けない、極上もっちり生地でできています。村長、早くそのスワンプとやらに行ってみようぜ。何があるかわからん地域だからな、せいぜい油断しないように注意してくれよ。あいあいさ。ん？なんだこれ？放浪者のキャンプ？ゆるキャンですな。肉と映画楽しみだね。とりあえずスワンプに向かうにあたり、休憩地点として途中にある、このウェイステーションを目指していたんだが、どうやらそのすぐ南に、放浪者のキャンプと呼ばれる場所があるようですな。いいね、キャンプ場。きっと取れたてのお肉をスキレットに乗せてステーキでも焼いているに違いないぜ。そういえばこの世界って、干し肉はあるのにステーキはないようですな。たまにはレアに焼いたお肉もいいもんよ。村長、ちょっと寄って行って食べ物を開けてもらおうぜ。どうやらあちらに見えるのが、放浪者のキャンプ場と呼ばれる場所のようですな。シェク族の方たちで構成されている野外活動サークルさんのようです。なんかどう見てもゆるいキャンプって感じじゃない気がするのは私だけか？もう、村長は心配性だな。それじゃあこの私がこっそりとリーダーらしき人にご挨拶してくるから、みんなはウェイステーションで待っているといいよ。隠密するのならそのズボンと靴は脱いでいけよ。装備によっては、隠密スキルに強烈なマイナス補正がかかりますからな。あ、パンツ一丁でご挨拶なんて。一度ウェイステーションに帰ってくれば、私たちのズボンを貸してやるぜ。面倒くさいからこのままでいいよ。むしろ余計な防具がなくなって、解き放たれた気分だぜ。そうか。さあ話しかけられるリーダーはどれかな、変態だ。は、やっぱ昼間じゃバレるか。業務村民、通報される前に帰ってきてくださいよ。ちょうど目の前にリーダーらしき奴がいるから、ちゃんと誠意を持って話して誤解を解いてやるよ。おい、お前に戦いを挑む。おいヨウム、お前喧嘩を売られているぞ。バンモロのド変態に、シェクの戦士である私と戦う度胸があるかい？ヨウム村民。ここは一旦ウェイステーションまで逃げてきてください。上等だぜ、かかってこいこの間抜け野郎ども。だったら逃げるんじゃねえこら。リーダー、あの変態、素早いです。ふん、剣あなたを振り回す野蛮人どもに、この私、ヨウムフォンデグレチャフが戦争というものを教えてやるぜ。運動能力、すなわち走る速さで勝れる相手なら、こうして距離を取りつつ安全圏からクロスボウを打ち込めば負けることはないぜ。なんかずっこくないです。ふふん、これが戦いというものなのだよ。どうやらこの放浪者のキャンプという場所でたむろしている集団は、バンドオブボーンズと呼ばれるお尋ね者のグループらしいな。なんだ、剣士会のゆるキャンじゃないんですか。
シェク族のみで構成されているようだが、今ヨウムの後ろで仲間の治療をしている奴が、恐れを知らないトラという名のリーダーらしい。懸賞金1万キャットがかけられているね。ちゃんと仲間さんの治療をしてあげるなんて、うむ。思えば飢えた野党やダスト盗賊の奴らは、仲間の治療なんてしていなかったからな。戦闘能力は今の村長たちより10くらい高いみたいだね。どうする？仲間の治療に集中して周りが見えなくなっている今なら、簡単にその脳天を矢で抜けそうだけど。やめておけ。いいの、1万キャットだよ。わしらこれでも人情派で通っていますからな。そんな人の道に外れた行為は絶対に。そいつは我らのスキル上げのサンドバッグに使うから生かしておけ。了解。おいこらもしもしポリスメン。正義を愛するこのわしらが、犯罪者さんを連れてきましたぞ。成長効率が悪くなってきたからね。ちゃんと治療したから、まだ元気だよ。ふむ、朝の7時だからか、まだ受付係がいないようだな。お寝坊さんですな。しょうがないね。この場合には、自分たちで犯罪者を警察署にある檻の中にぶち込めば、それだけで懸賞金が我らの口座に振り込まれるようだ。バンドオブボーンズのリーダー、トラさん、彼女の装備はわしらで先にハギハギさせていただきました。武士の情けでズボンだけは残しておいてやった。これが私たちの優しさ、ぬくもりでいってやつだね。うむ、本当ならもう少しスパーリングパートナーとして付き合ってもらってもよかったんだが、なんだかちょっぴりかわいそうになっちゃったんですよね。まあ、他にも喧嘩相手にできそうな人や動物はいるだろうし、気を取り直してスワンプとかいう地域に足を運んでみるとしようぜ。うむ、その通りだ。それでは、我らが初めての賞金首を無所にぶち込んだところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。